配信会の詳細がなんと発売前、そして今回のシングルも3部制でした。無事ありがとうございます。よかった3部制で、皆さんのおかげです。ありがとう。なので3部あるので、そう3部あるのでこの日のでも森さんなんですよ、村山千代同じなんですね。メンツって思って、色がすごく乱れなくて新鮮に感じた。かいよいよかと思ってね。そうだよね、今日はねちあってとかそう月1回あるのでいよいよだな。いやいやチーム4が終わるんだな。それぞれのチームであるじゃないですか。だけどね、新チームはいつからなんだ。そうなんです、チーム4は収まるんですけど、チーム4は人数の関係で3回公演、チーム4が千秋楽が、そうなんですよね。なんか千秋楽3回ありますとは言っても、本当の本当の最後は丸三なだけ、チーム4は丸三で他の3チームは丸2。多分見てる方たちします、丸1丸2の時は。丸三がもう千秋楽だってなるから最後だって、まあ2回出る方とかいるかもしれないですけど、いっぱい申し込むね、ありがとう。確かに推しメンが、なるほど、じゃあみんなは私が出演するチーム本公演が千秋楽だねねえ、まだ実感湧かないな。でも新チームで仲良くなれたメンバーさんだ、くるるんさんかな。今までアイドル修行してきなんて普通に何だろうだったから、そうだから、何だろう、でもやっぱりでもやっぱりって何？ああでもやっぱり今同じチームじゃない方の名前を出しました。おお、え、そう、おおおお、
まあそうだね、一つのポジションに3人以上いるところあるもんね。分からん、どうなんだろう。きっと仲良くなれるね。そう、なんかピクルンさんとは仲良くなれそうな気がしてる。なりたいって言ってくれてるし、なんかそう仲良くなりたいって言ってもらえると私も話しかけに行きやすいから。しかも同じチームだったっていうのもあって、多分誰にタイムチーム4だったメンバーに行くはずなので、優しいだって。声優しい、声が優しいって何。ねえ、どんな子が入ってくるんだろう。17期生今どこら辺まで行ったんだろう。オーディション、オーディションどこら辺まで行った。面接はもう終わったのかな、どうなんだろう。楽しみですね。初めての子いい先輩になれたらいいな。同じチームとして集まっちゃいそう。まあでも同期がいたら同期なのでは。三次審査どうなんだ。でもショールームはないのか。ショールーム審査ないのか。最近ショールーム審査って見ない気がする。楽しみです。どんな子が入ってくるんだろうってね。みんなと仲良くなれたらいいな。人見知りながらに頑張ろうと思います。先週とかし、そうなの、なんで知ってるの。すごいね、どこが情報が。なるほどね。でもショールーム審査って私の記憶上面接と二次審査から三次審査の間でやったんですよ私。確か三次審査で受かって候補生になった気がする。え、違かったっけ、もう一個あったっけ審査。だから何の話だろう。すごい B っぽい2人。私どうなんだろう。でも少しはでもなんかじゃないですか、知らんけど。面接受かったらそのなんかね、私たちは多分候補生というとセレクション期間なのかな。その私たちはファンの方に選んで入れるみたいな。今回の話とかしてたのではないでしょうか。しっかりしてる。最初は同い年と思わなかった。
かりしてるは褒めてるけど、多分同い年と思わなかったは多分あれだね、私が童顔すぎてっていう意味だろうな。本当に同い年いつ最近も言われるもん。あの皆様、チャレンジに、チャレンジのところに、ね、無料でもらえるギフトがあるので、ぜひクッキーなんですけど、無料でもらえるので、あ、1回だけなのかな、1回だけなのかもね、チャレンジになかった。あいよー垢抜けた色って大事だなってすごい最近思って、なんか何ぐらいいたのかわかんないんですけど、悔しいと思わなくていいんだよ、嬉しい、行こう。髪色変えてよかったとしか思うことがなくて、まあ黒が言ってくれたのかな、わかんないですけど、私が多分ね、私がもう元も言わないで言ってくれたんだろうけど、そうね、もう本当に染めてよかった。だからよかったとしか思わないんです。マッシュルームチさん、クマありがとうございます。そうだね、なんかまあそろそろ染めるかなみたいな、ね、二十歳になるぐらいにはみたいなね。このアバターの髪を染めてください。無理だそれは。さすがに金曜の僕たちで背中のチア持ってきます。ありがとうございます。そう、あ、そうなの、私ねここら辺がねもう黒髪が生えてきました。そういえば鏡で見たら、わ、黒い髪の毛がいるだった。のよりかは多分あれなのかな、多分なんだろう、なんかね、君がかってはないです。君がかった髪色にはなってないので、それはすごく良かったって思いました。次も同じ色にするか、なんか次もピンクにするかラベンダーにするかって迷ってます。なんかね、感触、そのまあ春だし春だし、ちょっとそっちピンク系がいいな、うん、春っぽい色がいいなと思います。髪の毛はね切ってないのよ、だから次染めるときに切ります。まさきさん、ハートの飴。
明るくできないからだって。え、なんかさ、暗めのラメンダー入りの暗めの色にしたらじゃダメなの？私もそんな明るくするつもりはないんですけど。昨日ボブとか言ってた。ボブにはしないよっていう話はしたか昨日。ブリーチするかしないかって。ああ、とりあえず最初はしないでおいたらって思っちゃ う。まあ私はしなかったんだけど。なんかとりあえず一回染めてみて、なんか納得いかなかったら次ブリーチすればいいのかなって思いました。さんの加減だからな。そういうことじゃなくて、あれそういうことじゃなくて、うん、私もブリーチするか悩んだけど、でもあ、しなくてもこんなに色入るちょっとしらく昼夜の2回だったよね。当時は宿毛矯正は半年に1回です。1回目安でいきますね。でもどうなんだ、私もめっちゃ、うん、髪質改善の方ちゃんと噛めない。そうだとしたらさ、左はこうなんですよなんか逆にこっち使ってるからなんて凝り固まっちゃうんだろうなと思って、がすごいあるんです関係ないとか言わないでね。でしょ、めっちゃ分かりやすいの、これ分かりやすい方法見つけたと思って。今はもうね、直したいなーって思うんですけど、うん、これってマウスピースどうせって、なんかここら辺の12本みたいな、12本なのか分かんないけどイメージあって、髪はさ違うのかなーって思ったり。ほっぺつまんでほしい。だってほっぺたでも最近つままれること減りましたよね、初期に比べたら。初期は多分私とのコミュニケーションを取るためにこうこれしかなかったのかもしれない。今から減りました。あ、話から進まないんだって、決めてないわ。で、魔法とかやってくるね、多分こうやってイメージ的に。
ほっぺつも。お祝いする真帆ぴょんはハタン、うん、ハタンと私プロフィールはツインテール、プロフィールのツインテールはもうほぼ固定だったので、はい、ストレートのが好きです。まあこの壁紙が変わったらどんな髪型かですよね。一段上に上がるだけですね。54で。そうね、一回全部外して違うのかな。壁下事情は分かんない。なんか裏がマジックテープでついてるみたいな。違うの？なんかさ、失業するメンバーがさ剥がす動画とか見てると、あ、マジックテープなんかなって思ったけど。お風呂タイムがセラトンタイムのやつするね。最近たまたま早いからな、いつも23時台とかなんだけど、やっぱ2番目だったらだって、ほら、わかんないですけど何番目になるか。今のところ2番目だ。チームでも2番目だし、全メンバーでも2番目。写真の順番は50音順。私出席番号は4番とか、3番4番。でも1回だけ2番新程度話し方ってほしいかも。そんなことある。高めはし てかさ、私さ、もう千秋楽あと残すところちですか。みんなはどこのポジションの私が好きでしたか。普通に気になった。どこのポジション、なんか別に全体曲の
もいいし、このユニット曲のこっちのポジションのユスナタンが好きとかでもいいし、まあなんでも。佐田さんの動画の石渡さんにときめきました、ありがとうございます。ピンクブルドングローリーデイズ、すべて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 やめて。みんなウィンブルドンね。チョコの焼き合わせもね、私もずっと(笑)バーコード、今方向の話してるのに懐かしい、リセット出たな。チョコの行方好きだって、よかった。チョコの行方めっちゃやりすぎてみんな飽きてるかと思った。結局ね、1年間ずっとやることはなく、嘘でしょって、わ嘘でしょ来ると。思ってる。大移動大好き。私の16人の16人公演の時のね、ポジションめっちゃ大移動だった、本当にもうサビ前でダッシュみたいな。8になってからある人いるのかな、私はねないんだけど。ジャンプのイメージ強いだって。そう、やる予定で、でそう中心に8日に初日、8人公演の初日だって3月8日が初日になったんですけど、そう終わっちゃって、マズカのそうやり吠えたのではないでしょうかということで、なんか今ママがね、と思います。はい、吠えないのよ、だからいつも負けないようにもうマジで頑張って、もう踏ん張っとくの。もう本当にそうなんですよ。なんかそう人に本気で別になんか思いっきりなんだろう、本気なっていう興味はマジで出たよって出たやつやったのに、でも何か聞かれちゃうんですよ。だからあの香織さんなっちゃった、あれちょっと。合わせすぎなところもなんか
てやるんだ。でもやっぱりなんていうの、その突っ張りや、一番やりやすいのはキョンで、あでもねクララもね、あのクララ合わせて、合わせてって言ったらやりやすい、普通になんかめっちゃやりやすかったローブの友情。関係あるのかな、いやえクララなんかやってきてないから、ガチでやれたら私あーそっか、最後はガチでお願いします。ガチでやろうって言います。でもだいたいリハでロープはなくね、カヨスやらないときは、でもだいたいこの2曲は絶対に、涙袋何使ってる、だってあのいつもメイクするときはなん色かわかんないですけど、ベージュ下にも塗ってます。曲ですね、いつもなんか、うん、それやっときたいなって思ったりはするね、シンポジだったりとかすると。そう、お話し会は確かにいいね、てんてんてん、じゃあそう、あ拍手と私はずっと、まあ、この前初めて言ったんだけど、その前まではずっと私が質問したら心のセナタンって、まあ、メンバー言ってくれて、ファンの皆様
5月だから5月以降かなと思ってたら4月にあったと思って、しかももうちょうど1ヶ月後からね。ね、そう、まあな、最初から何人かいたんですよ、やってくれる方ほぼみんなの時にほぼみんなが、皆さんがこうやってやってくれていいよね。みんな恥ずかしいって言って、恥ずかしいよって言われてるからいいな。何とかってやっぱ作った方がいいんだよね。雨の日、うん、考えてみるけど、おす、どこ行こう、来てたにな、来てたになっていう誕生日はもう前回シングル、これはね、なんかその付近にファンの方にもらったりしたらいいかな、それだったら。まあ便利になる人もといてる、まあみたいな始まっちゃうね。ありがとう半年。ではランキング読みますね。うちゃん8位、うちゃん7位、マッシュルームチさん、4位おもちさん、3位はやマッシュルームチさん、おもちさん、まさきさん、今日もありがとう、また明日、おやすみなさい。